アナちゃんまで買いたくて。はい。お風呂食べた。お風呂食べた。お風呂食べないよ、私。そういえばお風呂で。怪獣じゃん。お風呂で思い出したんだけど。怪獣だ。この間、アンギと中華屋さん行ったんだよ。あ、そうそうそう。中華屋のコーンスープがめちゃくちゃ美味しい。あ、好きなわけ。どっちのコーンスープ？あの卵っぽいのとか。あ、そうそう、だから中華は卵っぽいやつ。そう、それが大好き で、うん、でコーンスープはあって、でコーンスープ飲みたいって。そう、初めての店だったのよ、その中華屋が、うん、で前ね、あのめちゃくちゃ高いところで、うん、あのご馳走してもらった時にコーンスープ飲んでめちゃくちゃうまかったんだよね、うん、でそっからめっちゃハマっちゃって、うん、じゃあこの新しい店でもコーンスープ飲もうって言って、で頼んだら、うん、もう本当に大げさじゃなく、うん、風呂ぐらい来た。もう風呂ぐらい深い。で、痛みがあるの。マジで見た時2人でもだ、もう軽く、うん、マジで本気の量言うと、うん、6杯分ぐらい。この、あの、いつものラーメンとかについてくる、ラーメンでチャーハンとかについてくるスープの6杯分ぐらい来た。で、私、チャーハン頼んだの。だから、チャーハンのスープも来たの。だから7杯。これ、ついてきたやつは、違うスープなんだけど、そう。だけど、この正直、チャーハンについてきたスープより、そのコーンスープのがめちゃくちゃうまい。そう、だからコーンスープを中心に飲んだんだけど、うまかったね。うまかった。だからもうマジあの店にコーンスープだけ飲みに行きたいぐらい。いやでもね、チンジャオロースもうまかったし、餃子もうまかったし。しかもチンジャオロースが肉選べんのよ。そう、豚肉か牛肉か。それ。そう。ね。普通って豚？普通はね、牛。牛か。うん。そう、豚肉と選べるの。そうそうそう。美味しかったよね。美味しかった。神保町のお店です。連れてって。セズラン通りのところにある。一回行ってよ、一緒に。焼きそば食ったじゃん。え？一回3人で行ってる。あの、焼きそば。うん。あそこ、セズラン通りのちょっと高級そうな見た目。あれ、冷たい麺食べたとこ？冷たい麺食べたかな？わかんないけど。あの、郵便局とかの前。うん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 。セブンとか。そう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 。そこ行って。あのコーンスープ。そう。コーンスープのピザマン？え、ピザマンじゃん。これピザトマトチーズパン。タリーズの。タリーズ。ごめんね、私さ、うん、風呂の話題からさ、うん、あのコーンスープって出た時点で、うん、あの2人があまりにもうますぎて、うん、あの風呂にコーンスープ入れて入りてって言う。違う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 。いや、それはね、でもあって、でも5杯分あったけど、あの5、6杯分あったけど、うん、全然もううますぎて。うん、へー。そう。あれはだから3人以上か、それとも減らすかってなって、で、頼んだメニューが、そのコーンスープと、私はチャーハン、で、田辺さんはおかゆ、頼んで、あと、チンジャーロース、餃子、豆苗炒め、だっけ、あとなんか頼んだっけ。豆苗炒めいいなぁ、大好き。なんかもう一個ぐらい頼んでないか。豆苗じゃなくて空心菜。あ、空心菜か。空心菜炒め、チンジャーロース、餃子、おかゆ、コーンスープ、チャーハン頼んで、でもマジでいっぱいだったの、お腹いっぱいだったの。で、次来た時に何か2人で来るんだったら何か減らさなきゃいけないねっていう話になって、会議開いて、何減らすって言ったら、田辺さんが、私のおかゆって言ったら、だからおかず一つも削れないぐらいうまい。おかゆもうまいんだけど、やっぱ理由としては溜まっちゃうからでしょ、腹に。そうそうそう。で、あと、とろみ、コーンスープにとろみがついてんだけど、とろみかぶりしてて。確かに。天津飯とかあるんかな。あるんじゃないかな、どうなんだわかんないけど。でもあそこはもう普通のライスでおかずでいいかも。うん、チャーハンもめちゃくちゃうまい。もうしょっぱくてうまい。いいしょっぱさなの、わかる、うん、中華にとってしょっぱいは褒め言葉だから。そう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 。しょっぱくてうまい。あ、で、その、麻婆そこに入れたいな、増やして。麻婆あるかな。うわぁ、美味しそう。あった、麻婆って文字。麻婆チャーハンしたくない。でもね、もしかしたら、麻婆チャーハンにしたらしょっぱしょっぱかも。あのチャーハンは単体でうまくて、しかも計算されてて、グリーンピース何個か、結構チャーハンにしては多めに入ってたの。でもそのグリーンピースがオアシスなんだと思って。しょっぱいから、そのグリーンピースを求めちゃうのよ。うまかった、あのチャーハン。いや、そう。最近中華運が良くて、うん、中華台湾運が良くて、うん、ちょっとこの店は言えないんだけど、うん、最近大ちゃん、ブラゴーリの大ちゃんと行った中華も信じられないぐらいうまい。うん、先輩から教えてもらったんだけど、うん、1人で5000円使ったって言ってたの。そこすごい高いわけじゃないよ、うん、だけどそこで5000円1人で食べちゃうぐらい、うん、全てがうますぎて。コース料理じゃん、もう
いや、やばいよ。もう私も一回行ってからずっとそこの中華のこと考えてる。じゃ今も今ももう今ちょっとそれこそ麻婆豆腐がグツグツ土鍋で出てくるタイプだから。うわ、いいよね。あ、行きたいね。中華ね。中華食べたくなってきた。食べてないんだ。あ、そうなの。中華の温度、大事だよね。大事だよ、うん。中華は冷めちゃならない。ならない。じゃないとね。やっぱ油をさ、使ってるから。そう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 。いや、そういえばさ、中華で思い出したんだけどさ、あの上野御徒町にさ、私と田辺さん、めちゃめちゃ好きな中華料理屋、あのホイコーローがうまいですよね。そうそうそう。あってさ、そこで、あの田辺さんに話したのは、なんか私よく行くんだけど、私が入ってったら、最初にちょっと前の話なんだけどね、すごい最初にお店に入ってた女の人が驚いた顔して私見てて、で私なんか、あ、なんか知り合いかなんか似てんのかなと思って、で席ついて待ってたら、その人が、あのぼる塾の坂よりさんですよね。おお、顔さした。そう、あの田辺の和室聞いて、って来てくれて、で、なんか、あの、応援してますって言ってくれて、で、あの、店の人からしても私ただのさ、あの、よく来る謎の、普通の常連さんだ。なんだこいつって顔で。そう、明らかにさ、その、お客さんの方が、あの、おきれいなのよ。なんかすごい、私、その時とんでもない格好してたからさ。ああ、そう、中華食いに行くだけだからね。中華食いに行く格好してたからさ。いや、確かになんか街歩いてて声かけられる時に、どんな格好してるかって結構気にするかも。気にするようになった、もう顔刺された時の感じで。親とかさ、地元の友達といる時に刺されたらどういう対応してる？親？ちゃんと対応してる、ファンの人に。そのちょっと恥ずかしくない？親との時見つかったことない。マジで？ない。うちの私は結構親といる時も見つかるんだけどさ、なんか恥ずかしいんだよね、対応してんの見られるの。確かに。ありがとうございますとかって言ってんの、なんかよそ行きじゃん、正直。親の前ではさ、あれ取ったやとかって言ってるよ、娘がさ。そう、ちょっと恥ずさあんだよね。そうそうそう。まあ一応やってるけど、そう、お母さんにも怒られるし、ちゃんとやんないと。そう。え、昨日ルミネの合間ね、うん、あの買い物しに行った時か、ご飯帰りかなの時に、すいませんって声かけられて、案の定、わーってそう。いや浅草の時の田辺さんすごかった。すごかったよね、驚く時、ね、驚く時は、うん、浅草でさ、あの有名人の手形の人とか見てたりとかさ、美味しいもの、見ながら歩いてた時さ、声かけたかったね。すごかったよ。なんかあのなんかさ、爆弾魔とかにさ、爆弾仕掛けられてさ、あなた声かけられたら死にますって言われてる時。昨日もまたわーってやっちゃって、わーすいませんってなって。そうそうそう、しかもルミネの中だったからね、お店の中だったから申し訳なかった。そう、この後劇場行きますって言ったら、すいません、ありがとうございます。だからあれだね、田辺さんがあの驚くのはみんなに対してですから大丈夫ですよ。そう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 、あなたに対して驚かれたわけじゃない。でもこの間そういえば嬉しかったのが、あのちょうど3人で仕事してた時に、そのぼる塾が好きで、あのこの業界に入って、その裏のスタッフさんとしてね、でっていう方にお会いして、そんなの初めてだよね。嬉しい。そんなことあるんだと思って。神保町見に来てくれてて、ステッカー持ってて、で、神保町よく行くんですかって、行きましたって、嬉しい。最後写真撮って、イエーイ。この間も私湾岸でメイクしてもらってる時に、そのメイクさんが、私神保町結構行ってて、って、神保町、正直さ、なんかなんとなく自分たちのイメージさ、なんか一般の人たちが行くのってルミネとか無限大、まあ行っても無限大までかなと思って、神保町行くんですかってなって、それめちゃくちゃファンじゃないですかって言って、いや、そうなんですよって言って、誰のファンだった、誰のファンなんですかって言ったら、踊るキネマ、あ、驚きればね、あ、でも解散、そうなんですよ、解散しちゃってみたいな感じで言ってて、で今は誰が好きなんですかって、いや、でも私驚きれば南推しだったんで今行く理由がないんですよって。南が、で、え、驚きれば以外いなかったんですかって、令和ロマンだ、令和ロマンも卒業、私が好きになるとみんな神保町からいなくなって
言ってて、そうそう、でもあれはまた来てくれるって言ってた、その話の流れでね。嬉しいね、神保町。そうだ、そういう人が増えたというか、神保町がさ、やっぱそういう、うん、やっぱみんなが売れてるから、確かに、そうそうそう、すごい劇場なんだなっていうふうに思った。あ、危ない、危ない、危ない、私のだ、あ、踏んでないよ、踏んでよ。だからでも昔って神保町の劇場さ、お芝居多かったじゃん。だからなんかお芝居、そう、神保町に自分が、私すっごい演技下手だから、うん、一生神保町立てないと思ってたから。私も立てないと思ってた。一回さ、あれ、この話したっけ、あの結構サスペンスものね、私と坂上さん出たんだよ、うん、で結構私結構大事な役、大、うん、マジ大事な役だったんだよ、うん、なんかね、うん、でそれで結構シリアスなシーンで、うん、火事の中、その赤ちゃん抱いて逃げるシーンがあって、うん、それ結構シリアスな状態だけど、うん、私が赤ちゃん抱いて逃げるとこ笑いが起きちゃって、うん、だからなんか1回目はそれになったんだけど、うん、こうちょっとあのシーンカットになる、うん、しようってなって、ね、そうか、そこ笑うのはいいけど、そこが笑われちゃうと他のシーンが辻褄合わなくなっちゃう、なんかね、田辺さんが幽霊役かなんかだったんだよね、うん、幽霊役なんだけど、あまりにも生きてたの、あ、確かに儚さがね、ないね、生きてそうだもんね、生きてそうだって、うん、やっぱエネルギーが強いね、うん、うん、そうなんだよ、あれ、そう、芝居無理だね、無理、私もなんかすぐ殺される役だった、でも私もヤサシーズのタイさんのコントのやつ出させていただいた時あって、その時にそうウルトラブギーズのヤギさんと私で夫婦でなんか小料理屋やってるっていうので、茶色いあの L 字のカウンターの中に私とかあのヤギさんが一緒に立ってるんだけど、あの名店で受けた。いらっしゃいっていうので受けて、こんな受けんだと思って。いや、いそうだもんね。そうそうそう、そのいそうっていうので受けて、うん、そうそうそう。あ、いいね。じゃあ単独楽しみだね。何が？ネタ。あ、楽しみだね。カッポーギー着るからね。うんうん、確かに頑張る。あ、明日。カッポーギーバレちゃう。いいの？いや、バレるだろ。グッズにも出てんだから。明日がね。いいの？福岡単独明日なんですよ。これ別に今日公開されるわけじゃないからさ、そのバレちゃうとかじゃない。バレちゃう。そう。そうよ、明日だね。あれ？なんか。また食べてる。食べれ。何それ。やっぱ生きるためにはね。ちゃんといっぱい食べるから生きちゃうんだよ。焼き芋を干して、やめてください、勝手に。すごい、焼き芋干してますよ、ね。焼き芋を干していますって書いて。やめてください。教えてくれてる。有機加工所、あ、これめっちゃ美味しい。いいの？芋を干して。お腹すいた。ビオセボンで売ってます。ビオセボン。ビオセボン。干し芋と違うのかな。甘みが違う。焼くとね、甘みがね。このサイズの干し芋ってなんか珍しい。うん、なんか干し芋って大体こんぐらいの、ね。いいじゃん、そのサイズ。この量いいね。いやー。いいの？うん。いただきます。マジ前日だからね。うん、おいしい。なんか単独前ってさ、必ず何かが起きるというかさ、うん、あるじゃん。で、私たちもね、昨日マジ大変だったよね、うん、一昨日か大変だった。福岡でロケがあって、で帰ってくるってなった時に21時発の乗ったわけ、うん、そしたら羽田が東京が雷だっつって、うん、その羽田に着陸ができないってなってね、その福岡から飛び立って21時に飛び立ったけど、着いたの朝の4時、もうしんどかったね、うん、めちゃくちゃ誰も悪くないあれ、うん、そう、マジしんどかった。いや、あの日さ、東京すっごい雷すごくて、うん、で九州、うん、おはようございます。そう、福岡行ってるの知ってたからさ、これ飛行機大丈夫なのかなって思ってた。大丈夫じゃなかった。でも、うん、私たち以外の飛行機、まあ、合計20機ぐらいが、うん、もう結構右往左往、もう空港、あの空で待ってる人たちもいるし、うん、その他の空港で待ってる人たちもいるの、うん、そう、食べるためには空、私たちは関西空港に1回着陸して、うん、そこでみんな燃料とかも入れんの、うん、そう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 、大変だったね、うん、CA さんバタバタしてたから。そうだよね、CA さんずっと、うん、でもなんか文句言う人一人目なかったね、なかった、よかった、そこのストレスがなかった、うん、そのやっぱおじさんとか私もそうだけど、あの座ってんのずっと辛くて、で、うん、関西空港に着陸してる間シートベルト外してよかったから、うん、そう、みんな立ってね、うん、一旦こう立ち上がってこうやってうーってやって、でも誰も確かに文句言ってなかった、ね、なんか結構逆にみんなポジティブで、うん、なんかこんな経験なかなかないから、うん、いい経験だって、すごいいい人たちが乗ってたよね、そう、なんか、うん、あーよかった、なんか誰か怒ってないかなってドキドキしちゃって、うん、怖いよね、そうそうそう、で私たちも初めてだよね、その飛行機内で喋ったの、うん、なんか私たちの席が、うん、こう2列あって、うん、でこの1列目の
あの端通路側に田辺さん、うん、2列目の通路側に私で、うん、通路挟んでのこっち側の通路側に春ちゃん、うんうん、こう L 字でこうみんな並んでて、うん、3人でギュッて集まって、これどうなるんだ明日の仕事とか、うんうん、もし関西の空港にこのまま泊まりになったら朝からやって朝からの仕事間に合わないよねみたいな、うん、でなんか関西空港にやってて私の携帯だけ繋がったからさ、もう空港に泊まってるから、うん、でマネージャーさんもずっと起きててくれて、うん、そうホテル手配したり、うん、一旦関西空港近くにね、で朝の関西空港からの東京に行くやつも取っといてくれたりとか、うん、そうでほら羽田についてもさ、タクシーの混雑とか、そうだよね、そういうのが私予想できるなと思って、うん、羽田についてもタクシーとか並びますかねって言ったら予約しますって言って言ってくれて、うん、そうマネージャーさんもずっと朝まで起きて、うんうん、私のタクシー運転手がなんか多分その羽田がそのなんていうの混雑っていうか、うん、その、うん、雷とか、うん、多分ネットで知ったのかわかんないけどさ、いや本当にお疲れ様ですって、うん、声かけてくれて、いや大変でしたっつって、うん、いやすごかったね、うん、あれはすごかった、うん、初めての経験、7時間だからシンガポール、シンガポール行ける、そうちょうどシンガポール、いやでも逆にあのなんか映画とか見れるやつあるじゃん、うん、もうなんか椅子に内蔵されてるみたいな、 あれでいろいろ見れた。何見たの？モンスターズインク、うん、ワンワン物語、私は、ハイスクールミュージカル、 あれあと深夜食堂、深夜食堂肉じゃがの話してて、うん、めっちゃうまそうでさ、うん、お腹空いてたし、しかも、うん、マジ肉じゃが食べたいと思って、うん、なんか私タラブさんの後ろだからさ、なんかあんまやっぱ不安で寝れなかったわけ、うん、なんかどうしてもそのいつ着くかもわかんないしどうしようと思って、 でも最後の1時間ぐらいは結局寝ちゃったんだけど、うん、でも田辺さんがさこうやって横にこうはみ出してると寝てんだなと思って安心してた、うん、たまにこうやってさ戻るとさ、あ起きちゃったのかな、うん、またこうやって入ってくる、あもうまた寝てんだ、うん、私も斜め前だからちょうど見えてさ、うん、すごかったよね。CA さんたまにどかしてたもん、通路通るから。ダンさんがこうなってる時に、ワンワン物語のワンちゃんが画面に向かって吠えてるから、起こそうとして。起こそうとしてる。おもろうと思って。アンディ、ちびまる子ちゃんも見ててさ、そうそうそう、あ好きなんだなって思ったけど、ちびまる子、最初、ま、1時間スペシャルでさ、そうね、友蔵の親戚の話は見たことあるから、いいや見ないでと思って流しちゃった。うん、そう、まず友蔵の知らない親戚来る話と、うん、その後たまちゃんのピアノ発表会の話と、うん、あとゴキブリの話と、うん、あと水の話だ。水、うん、水が味が違うってなって、あの小杉が言うのよ、うん、その水の話に、うん、で本当に汲んだ水は美味しい、湧き水が美味しいって話して、うん、美味しい水飲んでみたいねって言って、でマルコと友蔵で静岡にもきっと美味しい水があるだろうっていうことで探すんだけど全然見つからなくて、でそのカフェみたいなところに入ってお水もらってうめえってなって、でいやこれは普通の水だよとかって言ってて、でまた歩いてたら佐々木のじいさんに会って、で佐々木のじいさんが湧き水行くから汲んでくるよって言ってくれて、そうで最後小杉とたまちゃん家に呼んで、佐々木のじいさんが取ってきてくれた水のなんか2種類ぐらい取ってきてくれて、うん、この1種類と2種類の違いをって言って、うん、で友蔵だけ分かんなかったので、分かんないなやばいって心の中で思ってて、でもみんなはやっぱ違うんだね美味しい水でもみたいな、うん、じゃあクイズしてみようよってなっちゃって目つぶって飲んでみようみたいで、水道水も入れようって言って、うん、でその友蔵以外の3人が会ってて、で友蔵が選んだ水が水道水だって言うの、そしたら小杉がいいこと言うわけ、それで友蔵がめちゃくちゃ落ち込んでて、で小杉ってどっちかっていうと嫌なやつじゃない、うん、だけど小杉いいこと言ってて、水道水が一番うめえって感じるって最高じゃねえか、毎日飲むんだから、うん、わで優しいって友蔵が大泣きしてかわいい友蔵、すごいいい話だ、いい話、おじゃる丸見切れなかったんでね、見始めたんだけど、おじゃる丸もすごくて、17歳のおじゃる丸が今のおじゃる丸迎えに来て、平安時代の、タイムスリップしてそこを守るっていう話、面白そうだったんだけど寝ちゃった。カズマが俺も行くって言った時点で寝ちゃった。そこまでしか覚えてなかった。やっぱ過去のっていうか、いいよね、うん、私こじこじの、うん、がちびまる子ちゃん出てくるやつの話すごい好きなの。あまる子が未来の自分に会いに行って、うん、
すごいね。なんか前、世にも奇妙な物語でさ、西田敏行さんがあってね、まるちゃんの世界に行くやつ。私、あれ怖かった。世にも奇妙な物語ね。怖いけど怖いんだよ。こじこじの漫画にさ、うん、あのちびまる子ちゃん出てくる。行く行く、友蔵と一緒に ね。あれ、かわいいよね。まるちゃんが。かわいい。こっちの世界に来てさ、まる子がさ、なんかもうその大人になったまる子も食うたらしてるわけ。うん、でも、自分でうんざりすんだよ、カーってなって。うんうん、田辺さんち、うん、そうカーってなってるんだけど、そこのね、うん、もし何々だったらどうするって、そこ思い出しただけで私泣いちゃうんじゃないですか。それでさ、もう大人になってから見ると泣いちゃうけど、でも私もなんか何気ない話なのになんかちょっと泣いちゃったの。まあ、飛行機がつかないっていうのもあったけど、精神状態がちょっと不安定っていうのもあったけど、泣いちゃった。あの、まるちゃんのピアノ、まるちゃんじゃねえ、ピアノ発表会の話。マルコがさ、大人になったマルコにさ、今楽しいって言うわけ。どうする、え、どうする、子供の自分が来てさ、今楽しいって聞かれた。でも楽しくてしょうがない最高じゃん、最高じゃん、うん、あんたいろいろあるけど結果今超楽しいよっていう、うん、いや最高だな、うん、だからあんたはそのままぐーたらしてて大丈夫だ、うん、ぐーたらしてるだけでなんとかなるから、うん、それ絶対嫌だって。いや確かに私も絶対大丈夫大丈夫っていうか、うん、太ったことが職業になるから全然ポテチ毛布の中で食べな、夜中おばあちゃんに隠れて音立てないように食べな、うん、私もあんたニートになって、あの弟の金でデパ地下でスイーツ買ってもなんとかなるからって言いたい、言いたいね、言いたい、楽しいよ。チーチェアンリー、チーチェ田辺、うん。私たち楽しいよ。爆食モンスターズになってるよ。ああ、でもその時の私多分 CA さんになりたい。まさか爆食モンスターとは。BM。ね、CA じゃなくて BM。ちょっとずれた。履歴書にさ、経歴のところに、ボルジュク、爆食モンスターズ。未来書いてあるかもね。もし私たちが職を失ったら、経歴に爆食モンスターズって書いてあるかも。スイーツ上、いいなぁ。SC スイーツクイーン、ね、未来の私たちは楽しいですよ楽しいですよ、かっこしゅう赤ちゃん動画から、アンディ赤ちゃん動画、アンディ虫刺され、虫刺され、えじめ虫刺され、あだ名、違う、虫刺され、あれなんだっけ、ハブ、ハブじゃなくて、あ、ブヨ、あ、ブヨ、ブヨ、ブヨ刺され、あんた書きな、あの何十年後かに友達に虫刺されって呼ぶよって急にアンディ虫刺されっていろんな話止めてまでアンディ虫刺されって言うよって教えてやんな、ちっちゃい子、ブヨ、いや、もっと国語とかね、あの心のノートとかすごく読んで頑張れって、私はアンディ、ハル、ハルちゃん、あの子供の頃のハルちゃん、道徳の授業をちゃんと受けてください。バレちゃう。そう。そうよ、明日だね。あれ、なんかまた食べてる。